どうも、フリマこと、ハースガーです。今回ですね、ジョージア州でも票間差が始まる話です。オチとしては、どこまで票間差が飛び火するのかというところなんです。両陣営の話の前に、まずは現在のアメリカです。2021年5月21日、先進国7カ国の G7 気候環境相会合が行われ、石炭火力発電への国際投資を2021年末までに停止する方針で合意。中国に対してこの会合でプレッシャーがかかった模様です。同日、大首長陣営のインフラ計画、米雇用計画の金額が縮小。当初2兆2500億ドルだった金額が1兆7000億ドルに縮小されることとなりました。ネット関連や道路、橋などのインフラ投資が減った模様です。2021年5月の雇用もあまり伸びていないようで、アメリカの中央銀行である FRB も同月の雇用の伸びに対する予想を引き下げ始めています。失業保険手当や育児などの影響で在宅を強いられている状況が関わっているそうです。外交では米韓首脳会談が行われたんですが、明らかに韓国の扱いが日本よりもひどいんです。日米首脳会談もどうかと思うところもあったんですが、韓国の場合はムンジェイン大統領は日本のように迎賓館でなくホテルに泊まり、迎賓館には韓国の国旗である太陽旗がありませんでした。またバイデン大首長はムン大統領に朝鮮総連に参戦した94歳のラルフ・バケットジュニア予備役大佐に名誉勲章の授与式に出席させました。大首長はムン大統領に米韓同盟を忘れるなというメッセージを出したことになります。またあのナンシー・ペロシ下院議長ともムン大統領は会談しており、ムン大統領は日本は重要な隣国で対話を通して解決、米中関係の安定的な発展は我々にも重要だと発言。後に韓国大統領府はムン大統領のその発言をなかったことにしたんですが、ここもいつもの韓国クオリティです。極めつきはムン大統領はカマラ・ハリス副大首長と握手をしたんですが、すぐさま副大首長はズボンで自分の手を拭いていました。これはニュースだけでも相当に各国はアメリカから中国に対する踏み絵を踏まされたんだろうなと思わせます。気になる話としては、ノースカロライナ州シャーロットで150人以上の行方不明や家出した子供たちが発見されました。ちなみにこれらの子供たちは非常によろしくない活動に関わっていたそうなんです。中東ではイスラエルと過激派組織のハマスが停戦で合意。ただしどのくらいの期間停戦するかについては合意がなされていないとのことです。とはいえ、イスラエル警察が停戦発効後にモスクを襲撃したり、ニューヨークでパレスチナ派のデモ隊が焼夷弾を投げてユダヤ人を攻撃しています。ここからがトランプ陣営の話です。2021年5月20日、トランプ氏は連邦議事堂暴動の調査委員会設置に賛成したミット・ロムニー、リズ・チェイニー議員など35名の議員に対して声明を発表。そこでは、35人の道を踏み外した共和党員たちは自分たちではどうすることもできない。無能で弱い存在であることには時には結果が伴う。有権者は理解している。と述べました。同日、ニュースフィードの PXN がトランプ氏のインタビュー動画付きのツイートをしました。そのインタビューでは、素晴らしい人々がひどく傷ついている。彼らの人生は破壊されている。これはこの国がこれまでに全く経験したことのないことであり、共和党は賢くタフにならなければならないと語りました。翌日の21日にはトランプ氏は6月の集会について声明を発表。そこでは、多くの人々がトランプ集会で象徴的な存在となった美しいボーイング757について尋ねてきた。大統領在任中はニューヨーク州北部の倉庫に保管されていたが、現在は完全に修復更新されている。年内のどこかで再び使用できる予定で、これまで以上の性能で今後の集会で活躍してくれるだろうと述べました。中東の現状についても、イスラエルのネタニヤフ首相が、今回の攻撃の真の支持者はイランだ。イランはハマス、ヒズボラに資金、
武器を提供していると話しました。これについてポンペオ前国務長官も今回の攻撃についてイランに実際の費用を課す必要があるとコメントしました。先ほど触れた連邦議事堂暴動の調査委員会について共和党上院議員のマルコ・ルビオ氏は21日の午後に動画を投稿。そこではこの委員会は共和党員を傷つけるための党派的な勢力に過ぎないと批判し、委員会設置の採決に反対すると表明しました。あの病気についても5月20日にランド・ポール議員に続き、共和党のジム・ジョーダン下院議員も民主党を非難し、あのアンソニー・ファウチ氏にあの病気の起源について質問を投げかけました。さらにニューヨークタイムズの元サイエンスライターのパンデミックが武漢以外の場所で自然に発生し、痕跡を残さずに武漢に初登場するのは無理があるという見解をジョーダン議員は引用したんです。その前日の19日に下院の共和党もあの病気が武漢の研究所から流出した可能性が高いことを示す報告書を発表。そこではファウチ氏とオバマ元大統領があの病気の研究のために武漢研究所に数百万ドルを与えたという見解が出ています。こういった動きの影響か、アメリカのファクトチェックサイトのポリティカルファクトがあの病気に関する過去の判断を密かに訂正していたんです。2020年9月にあの病気は武漢研究所で作られたのは嘘だという見解を同サイトは出していたんですが、5月17日の段階でお蔵入りとなりました。またファウチ氏に対しても新しい調査結果が出たんです。ジョージア州を拠点とする調査会社トラファルガーグループによると、この1年でファウチ氏に対する信頼度は 42% も低下したことが判明。ちなみに共和党員のみでは 50.8%、 民主党員のみでは 20% 低下しています。そして5月22日にはファウチ氏はあの病気は自然に発生したものだという自身の主張をポリティカルファクトのインタビューで、それを確信していないと前言を翻しました。だんだんとファウチ氏も追い込まれている模様です。言論の自由が保たれている動画サイトランブルですが、保守系の投資家が巨額の投資を行ったことを5月19日に発表。トランプ支持者のペイパル創業者ピーター・ティール氏などが主導となって今回の投資が行われたとのことです。ここからが大統領選の評価差関係ですが、アリゾナ州マリコパ郡は監査チームの動きを妨害するために5月21日に監査チームボランティア作業員に対して起訴圧力をかける書簡を送付。マリコパ郡にとって相当に都合が悪い様子です。同州の州務長官ケイティ・ホップス氏も怪しい動きを見せていて、現在のところ他の州と共謀して監査貨物列車を停止しています。そして評価差はアリゾナ、ウィスコンシンの2州に続きジョージア州でも行われることになりました。同州ヘンリー郡のブライアン・アムロ裁判長は5月21日にフルトン郡の投票用紙の封印解除を命令。しかも実際の投票用紙の数と投票レポートのバッチレポートに 21% の数字の乖離があったんです。今後どのような評価差がジョージアで行われるんでしょうか。ペンシルベニア州でも異常なことが起きており、同州で行われている地方予備選挙で共和党の投票用紙だけがドミニオンの票集計機でスキャンできない問題が発生。これは5月18日に発覚し、ドミニオン社は謝罪したんですが、全ての投票用紙は正しく数えられると付け加えました。さらにニューハンプシャー州では大統領選において投票用紙の折り目が票数に影響しているのではという疑念から、実際にその折り目が票数に影響を及ぼすかどうかのテストが5月22日に始まりました。事実であれば同州全体に影響が出る可能性があります。ここからアメリカ以外ですが、ウイグルさんの新疆綿を使用するアパレルブランドも見直しをし始めています。その中でワールド、ミズノなどの3社が新疆綿の使用中止を発表。ただし無印良品を扱う良品計画ワコール、産業紹介、
シャルレの4社は使用を続ける模様です。この件についてアメリカの東京証券取引所にあたるナスダックもロイターの記事を引用し、素早く反応しています。新興銘の使用を継続している無印良品ですが、最近は自社の商品をインド麺、フレンチリネとしています。ところがインド麺については麺の生産のみがインドで、フレンチリネは糸から織物を織るのは中国となっています。そのためこの表示も疑ってかかった方がいいんです。EU にしても人権問題で中国との貿易協定を凍結することを決定。以前の動画でこの件の採決の話をしたんですが、賛成599票、反対30票、棄権58票で承認されることとなりました。これで EU は中国に対し30年ぶりの制裁をすることになります。ただし中国との貿易を多く行っているドイツの動きが怪しいので、果たしてどうなるんでしょうか。さらにリトアニアでは議会でウイグルの人権問題について5月20日にジェノサイドと表現し、欧州委員会に中国との関係を見直すよう求めることを賛成多数で可決。サモアでも中国の経済外交戦略である一帯一路の港湾プロジェクトが同日に廃止になりました。サモアのバイウス港が中国とのプロジェクトの対象になっていたんですが、実際の作業が行われるギリギリのところで新しい首相が廃止にしたんです。ここからがバイデン陣営の話です。5月18日大州長はミシガン州ディアボーンを訪問。そこからフォード社のルージュ電気自動車センターを視察したんですが、大州長はピックアップトラックに試乗した際、助手席にハンドルがついた特別車に乗っていました。ネット上ではこの件についてまた様々な反応が出ています。大統領選関係だと大州長は2007年に怪しい発言をしており、トゥーヒューキー記録は簡単に修正できると述べていました。ちなみにオバマ元大統領も2008年に同じことを言っていたんです。大州長の次男ハンター氏もまた問題が出ており、トランプ氏の側近のジェイソン・ミラー氏が5月21日にツイートしていますが、ニューヨークポストの報道では元 FBI 長官のルイス・フリー氏が大州長の孫2人のために10万ドルを送ったんです。しかしそれはハンター氏とフリー氏が将来的に仕事をするためだそうです。要するにフリー氏からハンター氏への賄賂になります。あの子供が大好きなジェフリー・エプスタイン氏が亡くなった件についても気になる話が出ています。5月21日エプスタイン氏が亡くなった際に警護を任されていた刑務官は記録の改ざんを認めたそうなんです。エプスタイン氏はニューヨークの強制センターで裁判を待つ中2019年8月に亡くなったんですが、刑務官のトバ・ノエル氏、マイケル・トーマス氏の2人が記録の改ざんをしていたんです。これについてエプスタイン氏の弟のマーク氏がこれは他殺ではないかという証拠を発表しています。ここからが中国関係の話です。5月22日マグニチュード 7.3 の地震が中国北西部の青海省で発生。この数時間前には中国南西部の雲南省でもマグニチュード 6.1 の地震がありました。ウイグル関係でも50歳のウルムチに住んでいた女性が不妊手術を受けていた話が出ており、帰宅後数時間は出血が止まらず亡命を求め滞在中のオランダで AFP 通信の取材に応じこのことを語りました。こういったことが前回話したウイグルでの出生率の低下につながっているんでしょう。前回話した深圳の75階建ての最核広場にある SEG プラザビルが揺れた原因の調査が入ったんですが、未だに揺れた原因がわからないそうなんです。5月20日にも揺れが発生したんですが、このビルについては作業中に図面を待つことが多く、さらには図面自体の修正も頻繁だったとのことです。ちなみに専門家の意見では振動を吸収するダンパーが設置されていないから振動が起きたと指摘しています。京都の古民家を買って日本風の旅館を出すバンズ投資集団の件ですが、ついにドッグコインと呼ばれる暗号資産仮想通貨を発売しました。
またバンズの京都、タイなどの不動産プロジェクトについては、顧客に対して投資に対するリターンでかなりトラブルになっているようです。あのアップルにしても中国で恐ろしいことをしています。アップルの最高経営者のティム・クック氏は、中国でビジネスを可能にする代わりに中国のアップルユーザーの個人情報を引き渡していました。中国では政府がユーザーの個人情報の法的所有権を持っているんです。イギリスでは中国のスパイに関する捜査が進んでおり、数週間以内に逮捕者が出る可能性があるそうです。イギリスデイリーメールの記事では、マンチェスター大学インペリアルカレッジロンドンでは全体の 26%、 リバプール、シェフィールド大学は全体の 28%、 オックスフォード、ケンブリッジ大学は全体の 10% の収入を中国からの留学生から得ています。先ほどのバンズ投資集団の件とも関わりますが、5月21日に暗号資産のビットコインの取引や取引データの承認であるマイニングを取り締まる方針を中国は表明。おそらくはデジタル人民元絡みで中国側はこの動きに出ていると思われます。最後に紹介するのはバッテリー関係でも、中国はマンガンの供給を牛耳ろうとしています。マンガンについては中国は世界の生産量の9割以上を占め、電気自動車、産業などを含め独占しようという狙いがあるそうです。ここまでが現状ですが、どんどん大酋長や中国関連の話が暴露されています。ただアメリカの評価差も進んでいるので、どこまで評価差が飛び火するんでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。